ゴールデンウィークってね、楽しいもんじゃないんですよ。ゴールデンウィークはじゃあ何なのか、それを説明していきたいと思います。まずこちらでございます。ゴールデンウィークは大型連休やむ期間ということでね、ゴールデンウィークは心がやむイベントです。そうですね、しょうがないですね。心が病む大型連休でございます。もうこれはね、もうしょうがないですよ。その外出しても家にいても心が病むという仕組みになっております。そういうからくりになっております。まずじゃあ最初に外出したらどうなるか、それを見ていきましょうね。こちらでございます。はい、こちら外出したらこちらでございますね。まず最初に、思い出は疲れた思い出だけ残るということでね。まあこれは結構ベタですよね。結局その美味しいもの食べても、綺麗な景色見ても、結局足の痛みには勝てない。やっぱりこう疲れた思い出だけ残ってしまう。あーなんかあそこ人が多かったねみたいな、なんかそういう思い出だけが残ってしまう。よくなんかね、夕方のニュースとかで見ますけどね、なんか子供にインタビューしてね、なんか空港かどっかでね、ゴールデンウィーク楽しかったってインタビューして、楽しかったって言ってますけどね、ね、お父さんお母さんの顔見てごらんってこうなってるよって。死んじゃってるよっていうね、もうそういうね、まあ子供はわかんないですけどね、まあ子供だけで楽しめればいいと思いますけどね、大人の顔。こうなってますからね、もう抜け殻になってますからね。で、まずじゃ、次ですね、こちらですね。毎年帰宅ラッシュに巻き込まれるという過ち。これは、バカ野郎ですね。毎回毎回、なんかニュースで高速道路の、なんか上空からカメラ映してるやつでね、そのなんかもう、帰宅ラッシュでも渋滞に巻き込まれて。でね、また帰宅ラッシュに巻き込まれた人にもインタビューするんですよ。どうでしたか？ゴールデンウィークは楽しめましたか？って。いやー、まあ楽しめましたけど、やっぱりこの帰宅する瞬間で疲れますねみたいな感じでね、お前何回待ち繰り返してんだっていうね、お前が選んだ道だろうっていうね、何言ってんだっていうね、いやーって言った後ね、子供にもインタビューするんですよ。で、子供がね、楽しかったーってまた言ってるんですよね。で、お父さんさっきまで、ね、インタビューの時はニコニコしてたけどね、子供がね、楽しかったーって言ってる時、お父さんの顔もこうなっちゃってるんですよね。だからね、結局ね、心が病んでしまうんですよ。疲れるんですよね。で、まあ結局そのなんか楽しんだ分だけね、なんか、うわ、学校だ、仕事だ、ってなってね、心が病んでいくんですよ。だから外出してもね、心が病んでいくんですよね。で、じゃあどうしたら、いいんだっていうね。じゃあ、家にいたらいいのかって言われたら、そんなことはないですね。じゃあ、家にいたらどうなるんだっていうね、こちらでございます。家にいたらこうでございますね。まず最初、SNS 見て羨ましがって病むっていうことでね。まあ、これはもう現代の闇ですね。もうこれはしょうがないですね。まあ、Twitter とかね、まあ、インスタとかね、TikTok とか見てたらなんかもう楽しそうな旅行とかしてるの見てね。私はコンビニ弁当。私はごつ盛り食ってるのに。私はこの、なんか、スーパーの弁当食ってるのに。とか、なっちゃうんですよね。さっきの、楽しかったーって言ってるやつ見て、ってなるんですよ。もうこれはしょうがないです。もうこれはもう現代の闇ですね。で、続いてこちらでございます。日光を浴びないので、心が湿っていくっていうことでね。まあこれはもうしょうがないです。まあ散歩ぐらいすればいいけどね。やっぱ家にいたらこう日光を浴びないんで、散歩ができたらいいですけど、やっぱりこう家にいるというメンタルの人は散歩をしない人なんで、まあこれはもうしょうがないです。もう家にね、もう入り浸ってこう日光がないままね、心に太陽が当たらないまま、心がジメ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 湿っていくっていうね、もうなんかもう、この心をひっくり返したらダンゴムシがいっぱいいるんじゃないかってね、それぐらい湿っていくということね。まあこれはしょうがないですけどね。まあじゃあ最後こちらですね。まあ豚化ですよね。まあこれはしょうがないです。もう家にいてね、くっちゃねくっちゃねくっちゃねくっちゃしたら豚化しますよね。豚化たまりになりますよね。まあこれはしょうがないです。まあ僕もね、どちらかというとこっち側ですね。家にいる派なんでね、やっぱりこう人にね、もう人混みにわざわざ飛び込みたくないっていうね、バカ野郎なんじゃないかっていうね、楽しかったで僕も言いたいですけどね、バカ野郎なんじゃないかって思いますんでね。で、まあ、だからそのゴールデンウィークって、なんかそのやっぱ輝いてるように見えるじゃないですか。なんかゴールデンウィークな、その大層な名前つけてさ、もう名前変えてほしいですよね、そもそもね。やっぱゴールデンウィークという響きだけでやっぱりこう期待してしまうじゃないですか、僕たちは。だからこう名前を変えましょうということで、まあ、僕はね、これを提案しますね。ゴールデンウィークをこう、金メッキな一週間っていう名前にしてもらえたら、なんか、まあ、なんか、そんなもんか、みたいなね。まあ、偽物ですから、まあ、偽物の、なんかその輝き
というかね。うん。だから、金メッキな一週間にしてもらってもいいですか、日本のお偉いさん。それでは、ここから一気に行きたいと思いますね。ゴールデンウィーク終わる頃にね、こういう声が聞こえてきますよね。あー、もうやだよ。人生やだよ。学校やだよ。仕事やだよ。死にたいよ。誰か助けてよ。死にたいよ。これはもう5月病だよ。みたいなね、声が聞こえてきますよね。僕はね、そういう言葉を聞いてこう思います。5月病という逃げということでね。その、5月病という理由でその死にたいって、その思わないでください。その 5月には罪はないですっていうね。そう、なんかもう5月病、もう死にたいよ、5月病だよっていうね。もうその5月病とかじゃないからね。己の弱さですね。うん、絶対そうだもん。うん、その精神が、メンタルが弱いのに、その5月病というその病気、自分は病気だ、病気だっつって、なんかそういうのはもう違うと思いますね。もうその、結局、やっぱ僕たちはこの地球に生まれた意味って何だと思いますか？その好きな人と結婚する、美味しいものを食べる、なんか楽しいこと、そんなことじゃないです。戦い、もう戦うというためにこう、この地球に生まれてきたんですよ。こう、誰かの遊びに僕たちはこう、参加させられてるんですよ。多分いるんですよ。多分その、僕たちを駒にして遊んでる奴が。もうだからもう戦わなきゃいけないんですよ。だからもうなんかもうやだよと言ってる場合じゃないですよ。弱さを見せてる場合じゃないんですよ。それはね、体が弱いとかね、なんか体がね、その、なんかまあその、体つきとか、そういろんなね、ありますよ。体つきとか、その、でかいとか、小さいとか、身長とか、体重とかありますけど、もう、でも精神はね、もう大丈夫。精神はね、その、鍛えるとこじゃないというか、もうその、心の持ちようなんですよね。もう筋トレとかしないと、やっぱりこの腕力とかってね、もう、ないですけど、でも、心はもう自分のこの気持ちの持ちようで強くなるんでね、もう強くなるしかないんですよ。こう戦うんですよ。これ僕何言ってるかよくわかんないんですけど、僕ずっと。うん、ずっと今日もずっと何言ってるかわかんないですけど、もうついてきてくださいね。もう己の弱さなんですよ。5月病のね、せいにしないでくださいっていうことね。でも大丈夫です。でも大丈夫です。もうね、なんか死にたいよーってね、思う人いたら、もしいたらね、こう思ってください。どうせ死ぬってね、もうどうせ死ぬんだと思ったらね、結構強くなりますしね、なんかもう、なんか、もうどうでもいいやっていうね、もうどうでもいいやみたいなね、この YouTube にね、たびたび出てきますけどね、もうどうせ死ぬし、もうどうせ死ぬし、なんかそのもう高級寿司とかじゃなくて、もうなんかそのもうマイバスケットのシャリがカピカピの寿司でいいやってね、それぐらいの精神で生きた方がね、すっごい楽ですよ。全てが楽しくなりますよ。ああ、もうどうせ死ぬんだっていうね。ああ、もう5月病なしにないよーって思う人はもうどうせ死ぬんだってね、思えばもう本当に楽になるんで、もうこれもう、じゃあゴールデンウィーク明けてこの精神で頑張ってください。もうどうせ死ぬ。もうどうせ死ぬを目標にね、もう頑張ってくださいということでね。じゃあ最後に。最後にね、もうどうせ死ぬんだ、もう5月病の味にだよとかね、思う人はね、自分の人生はこう思ってください。もともと輝いてなかったんだ。はい。新生活、死にたくなるあなたたちへ、ということでね。僕もね、ちょっとだけね、働いたことあるんですけどね、その時ね、死にたくなりました。うん、だからね、僕の経験をもとに今日はちょっと動画をね、お送りしたいなと思いますね。もう、まやみきさんも言ってますけど、諦めないでって。まやみきさんも諦めないで。生きて、絶対に生きて、絶対に生きてよ、絶対に生きて、絶対に生きて、諦めないでってね、ちょっとの味方すぎるまやみきみたいな感じで本日もよろしくお願いします。まず、どれぐらい死にたくなるかと言いますとね、これぐらいの頻度ですね、2日に1回死にたくなりますね。これまあ僕の計算なんですけども、僕は2日に1回、僕3時間に1回ね、死にたくなってましたけど、まあこう、なんかいろんな人の平均するとまあ2日に1回ぐらいかな、みたいな感じでね、もうしんどかったですね。やっぱりこう、新生活ってさ、やっぱこう新社会人ってやっぱりこう、最初はお金ないじゃないですか。お金なくて一人暮らし初めてやってさ、最初はその家具買うお金とかもなくてさ、最初なんか本当になんかもうその倉庫みたいな、なんかそのベッドとテレビとみたいな感じで何もこうレイアウトとかも何もできないから、そのなんかほんと倉庫みたいなとこでさ、で、なんかもう疲れて帰ってきてさ、なんかもう近くのマイバスケットさ、ちょっとの贅沢をと思ってさ、お寿司買うじゃないですか。そしてね、あの倉庫みたいな部屋でね、なんかその寿司パカって開けてね、で、蓋にね、この普通に小皿とかもないからね、醤油皿とかもないからね、この開けた蓋に醤油垂らして、わさび垂らして、こうなんかもうマイバスケットの寿司のマグロをこう、醤油とわさび塗りたくって、もう倉庫みたいな部屋でもうど真ん中でパクパクパクみたいな、で、マイバスケットの寿司食った瞬間に、あ、マイバスケット寿司ってこんなに硬かったんだとかね、そんななんかもう人生で一回も思わなくていいことをね、なんかもう感じたりとかね、やっぱりこうなんかしんどいからこそなんかそういうのもなんか感じてしまうというか、しんどくなるというかね、なんかマイバスケット寿司の硬さ、うん、なんかそういうのも感じてしまうみたいな感じでね。でまあこうやってね、2日に1回死にたくなっていくうちにこうどうなっていくかと言いますと、まあこれはもうね、逃れることができないです。こうなります。一旦心が破滅します。もうこれね、プーってなりましたけどね、ほらもうそうだよって、プーって一旦心が破滅します。プーってね、
ね、ドライバーさんが鳴らしてくれましたけどね。そうです、一旦心がね破滅するんですよね。もうこれはね、もう逃れることはできないです。まあどれぐらい破滅したかと言いますとね、まあその僕18ぐらいの時にちょっとだけ働いた時期があったんですよね。その時にね、その職場にいたその還暦超えた、まあ65、6歳の方ですか、僕18歳ですよ、18歳の僕が65、6のその還暦超えた女性を見た時に、あ、なんかちょっとエロいんじゃないみたいな、なんかもう今では絶対思わないようなことをね思うんですよ。なんかあ、エロい、なんかやりたいなーとかね思っちゃったりとかしてね、もうなんかあの時なんかよくね分かんなかったですよね。もう何がなんだか分かんなかったんですよね。それでもう帰り道とかもね、夜道ですよ、夜道とかもなんか、ね、って言いながらね走ったりとかね、もうそうでもしないとね、なんかうわっておかしくなる時期があってね。うん、でもその言った心がね破滅するまで言ってほしくないです。僕はねちょっとだけね、あの破滅した時期あったんですけど、もしね破滅しそうだったらね、もうこうしてください、あの夜逃げしてください。もうねこれはいいです。うん、夜逃げしてください。もうなんかさ、なんかまあいろんな人に迷惑かけると思う。うん、その35歳とか、そのもう36歳とか、そのもう、そういい大人がね、その夜逃げするわけじゃないんですよ。その新生活始まってね、まだそのもうまだ大人になりきれてないような、そういう人たちはもう夜逃げしていいです。もういい大人がしちゃったらちょっとなんかうんってなるけど、やっぱりそのまだ大人になりきれてないね、あなたたちはね、もう夜逃げしていいです。もう僕も実は夜逃げをしました。うん、夜逃げをしましたよ、僕もね。実はね、なんかもう、お父さんにね、連絡してね、もうちょっともう、もう無理。もう無理だから、もう夜逃げしたい、お願いします、夜逃げしたい、つって。わかった、つってお父さんがそんなに来てくれたね、もうボロボロの、ボロボロの軽自動車で、ブルーシュブーンつって、もうボロボロの軽自動車でね、僕の、その、会社の寮まで来てくれてね、もう、いっぱいもう荷物ガシャン、ガシャン、ほんと、ルパン三世のあのさ、もう荷物パンパンな時あるじゃないですか。ルパン三世のあの、車がパンパンの時あるじゃん。もうそれぐらいもう、荷物ガンガンガン、もうソファーやらなんやら、バン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 、テレビやらなんやら入れて、なんやら入れて、ブーンつって、もうそのね、帰り道、軽自動車ちょっとね、ほろり行ってね、泣いちゃったりとかしてね、よかった、よかった、よかった、って忘れてたんですけど、あの、高校の卒業アルバムもあの、会社の寮に置いてきたんですよね。だからもう一生もう見れないです。一生僕もう妙とか言いましたけど、もう見れないです。もう高校卒業アルバムもね、もうその会社の寮でね、もうなくなったんでね、もう一生見れないですよね。で、だからもう夜逃げしてください。うん、なんかもうきつくなった時夜逃げしていいですね。もうね、もし夜逃げとか、もう心が破滅してるのに夜逃げとかしないとこうなります。地獄社会の泥人形になります。もうこれはもうしんどい時はもう逃げていいんですよ。うん、逃げた先で何かを見つければいいんですよ。そこで何か見つからなかったら逃げた先で何かを見つければいい。今なんかいいこと今急に降りてきた。いいこと今言えましたよね。今、これ結構いいんじゃないですか。これためになるんじゃないですか。これいいんじゃないですか。これためになるんじゃないですか。そう。だから逃げたとこ地獄社会泥人形になるんで、あなたたちは泥人形じゃない。すいません、ちょっと何も出てこなかったんですけど、ちょっと頭すっからかんで何も出てこなかったんですけど、やっぱりこう、ストレス解消とかしていかないと、こう、泥人形になっていくよっていうね、ちょっと危ないんですよ。やっぱりこう、ストレスを解消するというね、まあ、これじゃあ次は僕のストレスの解消の仕方です。あんまりね、あんまり真似してほしくないんですけど、これ僕のストレスの解消の仕方なんでね、僕はこうしてましたね、セーグ類になっておりましたね。うん、これが一番いいんです、結局。うん。これがね、結局一番いい。だって、その、食に走ったらさ、こう、太ったりするじゃないですか。そして、その、ギャンブルとかもね、こう、お金がかかって、こう、借金とかあるじゃないですか。もう、セーブ量をね、これね、やっぱ男女とのこの間のことをこうね、こう、研究ができるというかね、研究結果ですよ。言ったら、その、なんかじゃあ、あなたが、その、キノコ研究家だとします。そしてね、その森の中でね、キノコをこう遠くでこう見つけたとします。あ、キノコだっつってね。でも遠くから見たらただのキノコなんですよ。何のキノコかわかんない。種類がわかんないんですよ。でもこうやってね、近づいて虫眼鏡持ってこう見たりとか、こうね、撮って、で、こう、顕微鏡とか、こうやって、やっとこう、種類が分かって、こう、食べてみて、あ、どんな食感だろうとか、なんかそういうね、毒キノコなのか、毒キノコじゃないのかとか、うん、なんかそういうの分かるじゃないですか。だから、キノコ研究、セーグ類は、キノコ研究家なんで、近く行かないと分かんないことを、こう、わざわざ、その自分の身一つで、こう、研究するっていうね、これ大事なことなんだと思いますよね。みんな、だって、結婚したいでしょ？結婚の子供欲しいとか、やっぱ思うじゃないですかね。まあ、それ人によると思うけど、だからやっぱ、セーグ類になる時期はね、僕必要だと思うんですよ。なんかそういうのに興味があるのならば、なんか遊びたいなとか、そう興味あるならば、その遊びたいなって気持ちのまま、なんか結婚とかしちゃったら、もうこうなります。3000% 不倫します。うん、3000% 不倫しますね。ちょっと言えてなかったですけどね。もうだからね、俺なんかそう、セーグ類になる時期はね、僕、でいいと思います。そして、ストレス解消にもなるし、うん、なんかそこでね、なんかその会社とか学校の愚痴とかね、言えばいいんじゃないですか。それはでもちゃんとこう、ね、その、まあ、
そう、装備品とか、まあ、つけてほしいですけど、まあ、でもなんかそういう時期あってもいいじゃないかって、あなたたちはね、キノコ研究家なんですよ。だからもう近くで見て、やっとこう分かるっていうね、もう身一つで研究してくださいということでね、まあ、僕が何が言いたいかというと、やっぱ生きろってことですよね。うん、なんか急にどうしたっていうね、急になんかそのなんか生具類とか言ってるの、急になんか生きろって言うと、こいつどうしたってね、なりますけどね、まあ、結局ね、生きてくださいという。死にたくなってもう生きるしかないですよ。もう僕たちはもうそれがね、使命というかね、地球に生まれてきてしまった、もうそれが使命、生きるしかない、生きて生きても頑張っていくしかないです。でもね、生きてもね、まあ生きてても、生きててもその半年に一回しか嬉しいことないです。入学おめでとう。それでは一つ目のやらなくていいことはこちらでございます。部活は入らなくていいということでね、部活は一切入らなくていいです。無駄ですね。まあ言うて僕も中高と野球を6年間やってたんですけれども、後悔してます。なんでやってたんだっていうね、もう意味がないです。なぜなら野球をやった6年間何にも今活かされてない。だってプロになれてないんだから。ねえ、プロにならないと意味ないんです、スポーツなんで。なんかそのなんか野球でその礼儀とかその体力をつけるためとか言いますけども、なんそんなもう野球やってても全然犯罪起こすやつ起こすし、もう関係ないんですよ。普通に挨拶できるやつはもう部活じゃなくてもできるし、それも自分次第なんですよ。だからもう礼儀も別に自分で学べばいいし、体力とかももう落ちる一方なんですよ。もうどんだけ運動してても結局部活で培った体力が落ちてく一方で、何にも意味がないんですよ。だからもし部活で、もし部活やりたい人はね、なんかその美術部とかどうかな、美術部か吹奏楽とかなんかそういうのがねいいと思う。うん、なんかかっこいいもん。うん、大人になってね、あの文系の方がかっこいいです。うん、なんか文学的な方がかっこいいです。やっぱ美術とか絵うまい方がね、絵うまい大人の方がかっこいいし、なんか楽器できる大人もかっこいいです。走れても大人になって走れます、坂道ダッシュできます、球打てます、球転がします、何にも意味がないです本当に。うん、だから部活入んなくていいですね。部活入んなくてもバイトしてください。もうバイトして遊んでください。バイトして遊んでも恋してもたくさんしてください。もう意味が、もうバイト禁止されててもバイトして OK です。うん、厨房なら OK です。なんで、部活入らなくてバイトしてください。それでは学校を燃やしたいあなたに送る二つ目の言葉こちらでございます。友達は一人だけでいいということでね、友達はいらないです。一人だけでいいです。信頼できる親友をね、一人だけ作ってください。うん、一人だけ作ったらね、すごいいいと思いますね。もうそれ以外のね、僕の友達ね、一切思い出せません。もう表情、声、何も思い出せません。そして大人になって連絡取ってる人、本当に一人もいません。本当にね、意味がないんですよ。作っても意味がない。本当一人だけね、もう信頼できる一人だけ作ってください。僕もそうでした。ずっと一緒に行動してるね、友達は一人だけいました。弁当を食べるのも、なんか野球部だったんで、キャッチボールするのもそいつだけ、みたいな感じでね、もうなんかずっとそいつといるんで、僕とね、その友達はね、職員室で先生にね、ホモ立ちって言われてましたね。時代が時代なら荒れてましたね。ホモ立ちですよ、ホモ立ち。もうね、こっちはね、その時、ホモ立ちかってなってるんですけども、時代が時代ならも荒れてましたね。だから、皆さんも、なんか学校でね、そのホモ立ちか、レズ立ち作ってください。それでは、学校を燃やしたいあなたに送る三つ目の言葉、こちらでございます。修学旅行の写真は無駄だから買わなくていいということでね。これ本当に買わなくていいです。もう一切見返しません。無駄遣いですね。それでね、なんか払ったお金何使われてるんでしょうね。何ですかね、なんかスコップとかに変わってるんですかね。なんか、泥掃除するスコップとかで変わってるんですかね。すいませんね、知識なくてね、もうダラダラ喋ってるだけなんでね、もうよくわかんないですけどね、何使われてるかね。なんかもう泥掃除のなんかスコップとかなんかそういうの使われてるんじゃないですかね。これ本当にね、見返さないんですよね。うん、見返さないの、もう本当意味がないです。もう僕の時代はそうでした。なんかこう体育館にね、こう写真選ぶみたいな感じでしたけど、今の時代はどういう風に買うとか、買わないかもしれません。もうちょっとわかんないですけど、本当これ無駄だからね、本当にね、買わなくていいですね。本当にこれ無駄なんですよ。なんかもう、しかもなんかその修学旅行のなんかそういう写真ってなんか5割増しで全員ブサイクに写ってるんですよね。これあ、何なんでしょうね。あれ、その、僕だけとかもうみんな、なんかみんな5割増しでなんかちょっと、こんな顔してましたっけみたいな感じ映ってるんですよね。なんですかね。まあ、修学旅行もね、その買わなくていいんですけど、まあこれ、ね、ちょっと追加でこちら、卒アルは燃やしていいです。卒アルは燃やしていいです。もうこれこそも思い出も見ないっすもん。見返してますか？卒業して卒アルね。今度燃やしていいです。ね、もう卒業と同時にもらえるの燃やしていいし、なんか後ろ寄せ書きみたいなのあれですけど、あれも見返せないんで、もうインクがもったいないです。完全にインクがもったいないので、もう卒アルは、生ゴミと一緒に燃やしていいです。それでは、学校を燃やしたいあなたに送る四つ目の言葉はこちらでございます。サッカー部のイキリチビ、野球部の朝黒人へ、ジョバスのシャシャリベリーショートは掃除でつまんないから本当に絡まなくていいということでね。本当に絡まなくていいです。本当にね、まあ、つまんないんですよね。なんかつまんないんだけど、なんかすごい学校で目立とうとするんですよね。ちょっとしんどいですよね。あと、まあ、こんなこと言ったらわかんないですけど、本当イメージですよ。イメージですけど、まあ、この感じの人たちは、いじめてる方が多いですね。わかんないですよ。僕のデータですからね。その学校によって違うと思いますけど、僕のデータですから。これはもう僕の偏見ですからね。本当にだからね、良くないですよ。そしてなんかその、一人じゃ何もできません。
はい。そして、こういう人たち一人じゃ何もできないのが立ち悪いんですよね。本当に渡り鳥です。もう渡り鳥ですよ。もうなんかみんなでもう群れになって、もう何人ぐらい、ブワーって移動して、ね、そのまま飛んでけバカっていうね。本当にね、そのまま飛んでどっか行けバカっていうね。本当一人で何にもできないんですよね。だからね、本当にね、つまんないんで、つまんない人間なんで、本当に絡まなくて、もう損するだけなんでね。なんだろう、こういう人たち、こういう人たちはこうですね、学校で目立ってるやつは、社会に出たらそうでもないから、羨ましがらなくていいということでね。もう羨ましがらなくていいです。本当にね。もうなんかまあ、っていう目線でもう遠く、って思ってたらいいんでね。うん、しんどかったら逃げてください。まあすいません、だらだら喋ってきましたけどね。まあその学校はね、本当につまんないところなんですよね。何も学べないんですよね。でも、学校にも一つだけ残されてます。楽しいものが一つだけ残されてます。それは何でしょう？こちらでございます。こちらでございます。こちらが楽しいことでございます。これめっちゃ楽しい、これ。恋がめっちゃ楽しいです、本当に。もうこれ、だって、じゃあ僕たちがこうやって今喋れてる、なぜそのお父さんお母さんが学生時代恋をして、そして、したから、ここに僕はいるんだ、生命を、が宿ってここにいるんだって、そう、やっぱ恋ってね、やっぱりね、楽しいんですよ。それは、相手に気持ちを伝えなくても、伝えても楽しいんですよ。心の中で先輩のこと好きって思うだけで毎日が楽しくなるんですよ。それを、もう伝えなくてもいいんですよ。それを、自分の中でなんか楽しい思い出にすればいいんですよ。もうね、僕もね、もうたくさん恋したかったけど、なかなか僕はね、あんましなかったですけどね、もう、僕もそのね、その好きなことをその教卓の下で、そのね、卒業式やりたかったですよ。なんか、仰げば尊しみたいな感じしたかったですけどね、教卓の下でね、できなかったですけど、やっぱりね、これはね、めっちゃ楽しいです。結局ね、これ皆さんもう恋した方がいいです。もうなんか誰かもう無理やり作ってください。もう誰でもいいです。なんかそのね、保健所の先生とか、用務員の、用務員のおば様とか、なんか教頭先生とか、もう何でもいいです。もう生徒じゃなくてもいいです。なんかもう、うん、なんかその売店のおばさんでも何でもいいです。もう誰でもね、すいません。ちょっとおばさんばっか言ってますけどね、おばさんしか出てこなかったですけどね、登場人物ね。もうなんか恋した方がいいです。うん。恋した方がね、楽しいんでね。でも、恋するためには、学校で、戦え！皆さんは、人を信じることはできますかね？どうですかね？僕はできないです。いつの間にか人間不信になっていましたね。うん、なんかいつからかっていうのは覚えてないんですよ。覚えてないですけどね、先日実家に帰った時に、小学校の頃の卒業アルバムを見たんですよね。で、その時の写真がですね、その、僕の顔がですね、多分もう、小学校の頃から、多分もう人を信じることをやめたのかなっていうね、ちょっと一回、ここら辺に写真出しますね。もう多分ね、やめてる顔してるんですよね。なんかその、やめてるし、なんかそのなんか、まあ、ね、こんなこと言ったらあれですけど、なんかそのね、大事な人を殺されたみたいな、なんかそんな感じの表情してるんですよね。だから覚えてないですけど、なんか小学生の頃とかなんかあったのかな？ちょっとわかんないんですけどね。うん、わかんないんですけどね。あとなんか、その中学校の頃の美術のスケッチブックが出てきたんですよね。で、その時にこうパッて開いてパッて見たら、なんか雑草の模写が出てきてね、雑草を見て、描いた絵が出てきたんですけど、まあ、雑草の絵はいいんですけれども、なんかタイトルが、なんかちょっとここに写真出しますね。なんかタイトルがジロジロみんなっていうね、何があったんでしょうね。何かをきっかけにその人を信じるのをやめたというね、ちょっときっかけは覚えてないですけどね。なんでしょうね。まあ、そんなね、人間不信の僕が送る、動画はこちらになります。人間不信が教える仲良くならなくていい人ということでね。まあ、そのやっぱりね、人を信じすぎたらね、やっぱ騙されるだけなんでね、やっぱりこう、なんか見極めるのは大事なんでね、もう僕がもう人間不信の僕が教えるんで、この人と仲良くならなくていいですと僕が教えるんで、本日はそんな動画になっております。本日もよろしくお願いします。それでは仲良くしなくていい人一人目はこちらでございます。調子がいい時にだけ連絡してくるやつってことでね、これしんどいですよね。こういうやつは自分の損得感情でしか動けないカスなんですよね。しんどいですよね。もう本当にもう何でもいいですよ。この調子がいい時に何でもいいですよ。なんかその学生時代の時と比べたら可愛くなったとか、かっこよくなったとか、こう仕事が上向きになってきたとかも何でもいいですよ。でもね、その調子がいい時にだけ甘い蜜に誘われる害虫がたくさんいるんですよね。本当しんどいですよね。もうなんか今いませんか？なんかその LINE とか急に送ってくる男とかいませんか？どうですか？なんかその学生時代の時とかね、全然喋ったこともないし、可愛いとかも言ってくれなかったら急になんかもう LINE とかそのインスタの DM とかで、可愛くなったね、今度飲み行こうよね。380% やりもくなんで、ほんと気をつけてくださいね。もう僕だってありますよ。僕なんてね、別に何者でもないですよ。ほんと何者でもないんですけど、まあ、昔と比べたら、その SNS のフォロワーがね、少しこう増えたんですよね。で、前までは全然こう連絡とか来なかったら急に今度飲みに行こうよって。
行く会を貸すっていうことですよね。本当になんで急に、じゃああなたは、あなた僕が辛い時に助けてくれましたか、連絡をくれましたか、してくれませんでしたよね。なのに、フォロワーが増えてきた時飲みに行こうよって、飲みに行く会を貸すということでね、もう、あな、そういうやつね、そういうやつ飲みに行って、もしね、男女の子一線を超えた時に、完全ね、3800%、いや、5800%、寝顔を取ります。じゃあ、すいません、ちょっとこっからはもうどんどん行きたいと思います。なんかもう勢いのままどんどん行きたいと思いますね。仲良くならなくていい人、二人目はこちらでございます。上から目線の豚メガネということでね、こういう人はもうね、仲良くしなくていいですね。もう一回警戒から入ってください。警戒から入って、別にね、僕ね、容姿をいじってるかそういうこと、僕がね、なんか出会ってきたね、その豚メガネがね、すごい上から目線でね、なんか、モラハラ気質の人が多い気がするんですよね。わかんないですよ。僕が出会った中でですからね、なんかそのなんか人に厳しいというか、その自分の姿はみっともないのに、なんか人にはね、すごい強いんですよね。あれなんなんでしょうね。その人間的な感情がね、なんか見えてこないですよね。僕が今まで出会ったね、その上から目線の豚メガネはね。なんなんだろうと思った時に、その、あ、わかった。人間じゃないからだっていう、あ、もう豚としてね、豚としても喋ればいいんだっていうね、もう人間じゃないからこう感情というものがね、なんか心というものがね、あんまりないんじゃないかっていうね、そのやめてくださいね、そのなんか豚好きの過激派の人やめてください。豚にも心がありますから、そういうのやめてください。そういう話を今しないんでね、なんかね、モラハラ気質の人がね多いんで、なんかやっぱりその職場とか学校で出会うそのなんか上から見せる豚メガネをね見つけた時は、ちょっとこう遠目から見て、あ、いい人だと思ったら仲良くしてください。なんかね、どの子遠目で見て、あ、この人なんか上から目線っていうか、その、あ、この人モラハラ気質だ、モラハラ気質の豚メガネだってね、なったらちょっとね、ちょっともう仲良くしなくていいですね。もう本当にだから気をつけてくださいね。それでは、仲良くしなくていい人、3人目はこちらでございます。長いものに巻かれてるやつ、もうこれは本当に結構ね、僕が嫌いな部類の人間ですね。もう本当にね、お前自分の力で頑張れよっていうね、なんか自分の力で頑張ってなくて、俺の先輩が、とか俺の地元が、なんかもうなんか地元の先輩が、みたいな、なんかね、俺の職場の先輩が、みたいなね、もうこいつのこういうやつの口癖も先輩が、とかね、もうなんか、すごい人で、もう長いもの巻かれて、お前何もね、成し遂げれてねえからなっていうね、もう本当にこれ腹立つんすよね。もう自分の力で頑張れよっていうね。で、ね、もうこういうやつって、でもなんかその喋りが上手いというか、なんかその小器用なんですよね。器用とか、小器用なんですよ。なんか小器用に全部やろうとしてね、もう全部つまんないですよね。なんなんでしょうね、本当に。だからなんか長いもの巻かれてるから、こう自分の能力でね、もうどうにかしようっていうその気持ち、そういう心意気がないから何にもできないですよね。だからもうムカつくんすよね。もうだから気をつけてください。先輩側と口癖で言うやついたら、もうこいつと仲良くしなくていいです。もうこいつから得るもの何もないです。本当にね。だから気をつけてくださいね。はい、ということで、仲良くしなくていい人。4人目はこちらでございます。こっちは別に何もしてないのに常に笑顔な人っていうことでね。普通にこれシンプル怖いですね。なんか常にニコニコしてる人いませんか？まあ僕はこれ作ってるだけなんでね。これ作る笑顔なんでね。僕は違いますけどね。本物の人いませんか？なんか常に笑顔の、なんか近所のおばさんとかさ、こんにちはみたいなね。絶対こいつやばいわっていうね。こいつの家庭なんか強い思想を持った家庭だってね。僕はそう思うようにしてます。だって危ないもん。だってこっち別に面白いこと何もしてないのに、こんにちは、おかしいもん。頭が絶対に、絶対その笑顔ね、別に見せない、こんにちはこんにちはぐらいで言うのに、こんにちはって、もう絶対こう危険思想の家庭だってね、僕は思うようにしてますよ。なんかね、なんか近所のおじさんとかおばさんとかもね、これ食べやって、僕なんか毒入ってんじゃねえかってね、思うようにしてますから。もうそういう人でね、もうできるだけね、なんかすごい距離近いというかね、優しすぎる人で、ね、仲良くしなくていいですね。本当に危険ですね。毒が入ってたか、その毒が入ってる食べ物か、なんかその危険思想の持ち主の家庭と仲良くするね、もし可能性あるんで、本当に気をつけてくださいね。こちら最後でございます。ちょっと水飲みます。ということで、最後でございます。こちらでございますね。オフ会とチェキ会ばかりしてる芸能人ぶってるやつ、これは本当にね、気をつけてくださいよ。もし状況とかしてきたらね、多分こういうやつもういっぱいいますからね、本当に気をつけてください。もうなんか、やたらいません？なんかツイッターとかでもオフ会とかチェキ会ばっかりの告知してるやつ、お前何者なんだみたいなね。でもなんか少しなんか芸能人ぶってるみたいな、お前何者なんだってね。もうそれでいいんですか？じゃあね、ファンの方それでいいんですか？あなたがそのチェキ会とかでオフ会で払ってるお金は、こいつらがなんかそのなんかオフの日に、まあオフ、こいつらなんてね、もう毎日オフなんですけど、オフの日になんかそのなんか美女かイケメンかわかんない誰も知らないインフルエンサーとパコる前の飲み代に全部使われてますよ。
あなたたちがオフ会とかチケ買い使ったお金、それでもいいなら使ってもいいですけどね。夢を買ってるなら別にいいんですけど、現実はそうなんだよっていうね。なんか、こういうなんか芸能人ぶってるやつはね、もう全員なんかもうごまくさいですよね。もう本当にね、なんか信用できないんで。もう僕、すいません。地球から出ていきます。ガラスのハートがコッパみじん、傷つきやすいあなたたちへということでね。本日の動画はこちらになりますね。まあ僕がね、ガラスのハートなんですよね。すぐパリンパリンパリンになってしまうんですよね。なんかすぐなんかもう繊細、まあ、こう見ると僕繊細なんですよね。すぐなんかパリンってなっちゃうんですよね。パリンになってね、もうなんかそのまではね、なかなか言い返せなかったりする場面とかもあるんでね、そうなんか心の中で拳をズドンみたいな感じしてるんですけどね、心の中で集団リンチみたいな感じでね、ぶん殴ってるんですけどね、なかなかね、そういうね、場面、その言い返すの場面あるじゃないですか、まあ言い返すか言い返しますけどね、言い返すの時あるじゃないですか、その時にね、なんかまあこう心の中でなんかいろいろ思ったりとかね、なんかそういう時の対処法をね、皆様の前でね、教えることができたら嬉しいなと思いますので、本日もよろしくお願いします。本日の動画はね、もう5分ぐらいでもさっと行くんでね、皆さんついてきてください。一つ目はこちらでございます。ひどい言葉を脳みそに冷凍保存ということでね、すぐねもう即座に冷凍保存してくださいね。言われたねひどい言葉、傷ついた言葉をねすぐ冷凍保存してください。そしてねすぐはもう取り出してね、すぐ解凍してね、すぐね放出できるようにね準備しておいてくださいね。脳みそに冷凍保存しておいてくださいね。まあなんかねそのノートに書くとかありますけどね、こいつにこう言われた、こう頑張るってありますけどね、本当にひどい言葉って絶対に脳みそからねもうこびりついてね絶対取れないんでね、もうすぐもうこびりついてるとベリベリベリって入って、もう即座にね脳みその中の冷凍庫でカーンって入れて、もう冷凍保存して、なんかまたそいつと出会った時にこう冷凍保存解凍して、そのまま放出してくださいね。まあそのなんかその冷凍、まあ冷凍してたらまあすぐ放出できねえだろうっていうね、そういうなんかもうザレ事はやめてくださいね。それ例えて言ってるんでね、冷凍保存お願いしますということでね。まあ僕もひどいこと言われてきましたよ、なんかね。まあ僕一応ね、もう今芸歴が9年目ですよ。9年目の吉本興業でねやってるんですけどね、芸人はね、まあピン芸人ですけどね。まあコンビの方を5年間やってました。コンビ活動5年間やってて、まあ解散しちゃったんですよね。全然結果が出なくてね。でまあお世話になった先輩とかにね最後挨拶行くじゃないですか。まあその時まあ誰かと言いませんけどね、その時にねある先輩が言ってきたんですよね。なんかこうありがとうございました、まあ、解散することになりましたっつったらね、その先輩が僕の方をね見てね、こう指さしてね、あでも多分冗談だと思いますよ、冗談だと思いますけど、なんかどうせ辞めるのはお前だろって言ってきてね、その瞬間冷凍保存しましたね。そのままどうせ辞めるのはお前だろって言われて冷凍保存しましたね。こいつ絶対いつかぶっ殺してる、今は良くないですね、ぶっ殺してる良くないですけどね、お前いつかなってね、もうすぐ冷凍保存してね、お前ふざけ、おめえ絶対勝つからな、お前俺が最後に勝つからなと思ってね、お前どうせなんかプライベートでなんかダーツしてるって聞きましたけど、なんかネタ作らずダーツばっかしてるって言いますけどね、なんかダーツしてるやつね、面白いやつ一人も見たことないですからね。ダーツしてるやつで本当面白いやつ見たことない。あとビリヤード、ダーツとビリヤードとハブ行く人はね面白い人見たことないです。面白い人いません。面白いのが思いつくわけないです。だってダーツなんてまたピュッてピュッてやったーって何が面白いかわかんないですからね。まあ、いろんな人今傷つけてますけど、もうこれはもうしょうがないです。もうしょうがないです。もうそのね僕のこのスイッチをねその先輩が押しちゃったんでね、まあどうやめるの、お前どうせお前だろうっつってね、パチンと押されてね、もうダーツするやつね面白くないですから、ダーツとビリヤードとハーブね、なんかもう大事なこと何回も言いますけどね、もう絶対忘れない、もう絶対お前いつかお前ってね、思いましたからね。あと何だったかな。あとね、僕は高校3年生の頃に、焼肉屋のバイトしてたんですよ。その時に、なんか店長のね、人がね、まあ僕はその頃から芸人になりたかったんで、なんか店長の人が言ってきたんですよ。いや、お前マジでつまんねえな。お前、まあ僕地元福岡なんですけど、お前マジでつまんねえな。お前福岡吉本でも通用しねえよって言ってきてね、ふざけんじゃねえよって思いながらね、もうその時にね、またこうやって冷凍保存してね、ぶっ殺して、カッ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 。でかかりましたけどね、ぶっ殺してカッカッって言うんですよ。すぐ冷凍保存してね、もういつかお前絶対放出よ、お前いつかお前絶対お前いつかお前ギャフンと言わせてやるよっつってね、もう今バイトしないですからね、今ギリギリですけどもうバイトしないですからね。でそうお前はあれか、お前まだ焼き抜けてグリーンストラップ掃除してんのか、もう一生グリーンストラップね掃除しとけよってね。でそれぐらい思えるようにね、また次会った時に放出できるように冷凍保存しとくというね、まあ必要がありますね。皆さんもぜひね冷凍保存してみてください。じゃあ続きましたが本日の最後になりますね。ちょっと早いですよね。まあ正直言うとね、そんなに言うことないですよね。ということで最後こちらでございます。全力不幸爆祈りということでね、ひどいこと言われた人の、不幸を爆祈ってください。爆祈りお願いしますということでね。まあ僕はねその中学時代ですか、中学時代にね、まあそのいじめ的なやつがあったんですよね。まあそう、まああれはいじめですかね。まあ上靴にその画鋲を入れられたりとか、そのなんか廊下に多数服捨てられたりとか、なんかいろいろあったんですよ。いろいろあったんですよ。だからね、未だにそいつの顔とかね声とかね、もう全部覚えてますね。でも全部覚えてますけどね。なんかそのなんかまああんまりこんなことを人に向けて言うのはあんまり良くないと思いますけど、まあそのまあそいつがその死んでもいいなと思ってますね。別にその死んでもいいなってね正直思ってますね。なんかね人に向かって死ねとか、お前死んでしまえとか言っちゃダメだと分かってますよ。分かってます。僕も人間なんでね分かってますけどね、別にそいつが死んでもね
笑っちゃうかもしれないですね。やったーてんやったーてんやったーりょーっつってね、やっちゃうかもしれないですね。で、なんかこの前地元に帰った時ね、なんかその友達から聞いたんですけど、まあ僕をね、多分いじめてたやつが、なんか結構もうその仕事とかで病んじゃって、てるらしくて、すごい嬉しかったですね。嬉しかったです。その、ね、人の不幸をね、こう願ったら自分も幸せになれないとか、そんなこと言いますけど、そんなこと関係ないですからね。別にどうでもいいです。そのね、一緒に死のうぜって感じですからね。いいよ、別に俺が幸せにならなくて、お前が幸せにならなかったら、一緒に死のうぜ、一緒に爆死しようぜって感じでね。もう全然僕幸せにならなくても、もうあっちが幸せじゃないならもうそれで OK ですっていうね。一緒に共に死のうぜっていうね、一緒に地獄でぶん殴ろうぜみたいな感じですからね。もうさっき言いましたけどね、心の中で集団リンチだったんですかね。もう心から飛び出して、ほんと普通にね、投げてね、全然いいですからね、地獄の中でね、ヘルバトルみたいな感じでね、全然いいですからね、もうでも嬉しかったですね。いやー嬉しかったですね。なんか結構病んでるみたいな、なんか仕事で病んでるってね、嬉しい。見てみたかった。生で見た、生放送、生で見たかった。生中継で見てみたかったですね。もうそのモニタリングで生中継ね、これ何言ってるか動かないですけどね。いやー嬉しかったですね。だからね、未だにそのね、もう皆さんそれぐらいのメンタルじゃないとやっていけないでしょ。ひどいことね、上司にひどいこと言われたとか、いじめられたとか、なんかね、嫌な奴が周りいるっつね、もうそのこいつ死んでもいやみたいなね、その絶対ダメですよ。直接的にお前死ねよとか言っちゃダメですけど、でもだからその心の中で死んでもいやっていうね、もしそいつが死んでね、その葬式とかもね、そのなんか葬式場ごとなんか爆発してほしいなってね、それぐらい思いますからね。でも絶対その、なんか軽くね、軽く思うぐらいですからね。軽く思うぐらいですからね。全然、ね、全力不幸爆祈りということでね。だからね、負けたままじゃダメですよ。結局あっちがもう宣戦布告してきたんですから、もう勝つまでそれをやり合うしかないんでね。まあ最後にこちらでございますね。戦わなければ勝てない。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。